セルフィオ・サンチェス・マルティネスは、スペインの陸上競技選手、専門は、中、長距離走。レオン県、ラポラでゴルドン出身。1999年世界ユース、陸上競技選手権3000メートルでは16位。2008年世界室内、陸上競技選手権3000メートルでは8位となった。二千九年十二月、ベンタ・デバーニオス国際クロスカントリー大会では、 ジョセフ・エブヤ・以下を抑えて優勝。その中には、クロスカントリーの2009年ヨーロッパ王者アレマ・ヤフ、ベザベも含まれていた。2010年2月13日バレンシアで開催された室内競技会3000メートルにおいて7分32秒41の記録で優勝。また、男子室内3000メートルのヨーロッパ記録を7年ぶりに更新した。従来の記録は、 アルベルトガルシア・フェルナンデスが2003年に樹立した7分32秒98であった。3月14日ドーハで開催された世界室内陸上競技選手権男子3000メートルでは終盤ラストスパートで追い上げてタリク・ベッケレをかわし7分39秒55の記録でバーナード・ラガトに次ぐ2位となった。バリエンテ、エメテリオ、サンチェス・ディフィッツヨーロピアンチャンピオン・ベザベイン。 ラベンタデ・ボニョース IAAF2010 年4月14日、閲覧。エメテリオ・バリエンテ、サンチェス・クロックス・ヨーロピアン・インドア3000メートルレコード、バレンシア・レポート IAAF2010 年4月14日、閲覧。スティーブ・ランドルズ、イベント・リポート・メイン S3000 メーターズ・フィナール、IAAF2010 年4月14日、閲覧。ありがとうございます。